ジレラ4ジレラはイタリアアルコレのオートバイ製造会社。1969年にピアッジオに買収されてからはジレラは同社が所有する6つのブランドの一つとなった。ジレラは1909年にジュゼッペジレラが創業した。同社は世界で初めてオートバイ市販を行った。1935年にジレラは ロンディネから4気筒エンジンの権利を買い取り、100cc から 500cc までの4サイクルオートバイ製造に集中し、1937年には当時の最高速度170マイルパワーを記録した。この代表格が1939年のセターノであり、540年近くにわたるレース界での活躍の短所ともなった。第二次世界大戦後に開催された。 ロードレース世界選手権初期、ジレラは 500cc クラスを席巻した。ウンベルト・マセッティ、ジェフ・デューク、リベロ・リベラッテを擁し、8年間で6度のチャンピオン排出を遂げた。しかしながら、戦後の自動車ブームのために、オートバイの販売は減少し、会社の収益は悪化した。1957年の選手権を最後に、ジレラは他のイタリア系。 オートバイメーカーとの紳士協定に基づき、経費削減のために、レース界から手を引いた。1969年に、ピアッジオの参加に加わった後、ジレラは、小型から大型までのスクーターを中心としたブランドとなった。これらは、ピアッジオを代表する、スクーターベスパとは路線をことにするスポーティーなシリーズとして位置づけられている。 ジレラ 125CX 2ジレラはレースにも復帰し、1991年にはダカールラリーへ出場。1992年からは GP にもマシンを送り出し、2001年のロードレース世界選手権 125CC クラスではマヌエル・ポジアリの運転によりチャンピオンを獲得した。2000年代からはスポーツバイクも発表している。ありがとうございます。